すごくたっぷり入るなと思いました。そうですね、最後にペットボトル出てきたときびっくりしました。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回は夏のボーナスで買いたいハイブランドアイテムをご紹介します。今回は予算10万円以下で買えるものを厳選してみましたので、早速見ていきたいと思います。まずはじめにバッグからご紹介したいと思います。早速なんですが、ロエベのこちらのダイスポケットというシリーズをご紹介したいと思います。もう色からして可愛いですよね。ロエベといえばみたいな。そうです ね、ニュアンスカラーがすごく素敵なんですが、価格も10万以下で買えるということで、ロエベで10万以下ってほぼないですよね。見たことないですね。そうですよね。こちらはちょっと小ぶりなサイズであるんですけれども、予算10万円でゲットすることができます。こちらがすごくシンプルな作りになっているんですけれども、後ろにカードポケットがありまして、ここによく使うカードとかを入れられますし、大きさ的にはスマホも問題なく入れられるサイズかなと思います。こちらはですね、ザローのスポーティーポーチなんですけれども、はい、ナイロン素材でできたポーチのような形なんですけれども、はい、バッグとして持っていただけるものになります。ザローも5万円台で入るって、もうやばくないですか？すごいですね。私これの一回り大きいタイプを見たことがあるんですけど、はいはい、このサイズ感また可愛いですね。可愛いですよね。気軽に持てますし、でも高見えするというか、すごくいいなと思います。本当に素敵です。ここに小さくザローって、あ、本当ですね、プレートですかね、がついてるんですよね、はい、このさりげなさもワンポイントで可愛いなと思います。このバッグはここに巾着のように紐がついていて、はい、ここを開けてガバッと開くような感じの作りになってます。思ったよりガバッと開きますね。開けますよね、すごい使い勝手良さそう。そうですね、はい、結構携帯以外にもお財布だったりいろいろ入れられるかなと思います。あとは収納力なんですけれども、今実際に物を入れてます。ちょっと出していきたいと思います、はい。まず大きいポケットなんですけれども、こんな感じで携帯以外にもリップだったり小物が入るような収納力なので、見た目以上かなと思います。意外と入りますね。そうなんですよ、結構膨らみというか街もそれなりにあるので、そこがいいポイントじゃないかなと思います。あとは裏側にカードポケットがあるので、こちらにも1枚カードを入れています。キャッシュレス派の方だったらこれ一つで、そうですね、もうどこにでも行けちゃいますね、これで。かっこいいな、身軽で。続いてザローのバッグなんですけれども、はい、今こんな感じでたっぷり荷物が入ってるんですけど、ちょっと出していきますね、はい、こんな感じで結構入りますよ ね、 ありますよね。お財布だったりとか、はい、350ml のペットボトルも入っちゃって、はい、すごくたっぷり入るなと思いました。そうです、ね、最後にペットボトル出てきたときびっくりしました。ですよね、はい、そこまで膨らみとかも形状的にも気になりにくいですし、すごく持ちやすいなと思いました、はい、ただもう少し入る感じもするんですけど、はい、この紐の部分で持っていただく感じなので、重さ的にもこのぐらいがちょうどっていう感じかなと思いました。続いてはシューズをご紹介したいと思います。まずはじめにマルジェラのこの旅シューズですね。マルジェラといえばやっぱり旅ですよね。そのイメージが強いですよね。やっぱり一足は持っておきたいなっていう方多いんじゃないかなと思います。さあ、マルジェラってハイブランドであるんですけれども、バイマだとすごくお得に買えるんですよね。そうですね、結構狙い目ブランドな気がします、そうですね、空張りもすごく豊富でして、今回は珍しいちょっとくすんだ感じのブルーを買ってみました。すごい可愛くないですか？めちゃくちゃ可愛いです、最近この色ちょっと個人的に着てるような気がするんですよね。確かになんかモードすぎず、ちょっとカジュアルにも履けてすごくいいなと思いました、はい、こちらがですね、トッツのケイトシリーズのスニーカーなんですけれども、スニーカーできたんですね。珍しい感じのデザインで面白いですよね。スポーティーなんですけど、スポーティーに寄りすぎてないというか、上品な感じもあって、すごく素敵なデザインだなと思います、この
靴の特徴としてはアッパーの部分がテクニカルニット素材になっていて本当に柔らかいんですよね。本当ですね。これは履きやすそう。履きやすいと思います。スッと履ける感じがいいですよね。あとはこちらはレザーの素材で、はい、ケイトのマークがついています。あと私実はちょっと試し履きしたんですけど、この中がすっごいクッション性があって本当ですね。本当に履き心地が良い感じでした。あとは少し厚底な感じなのでスタイルアップも期待できるんじゃないかなと思いました。マルジェラのサイズなんですけれども、私が23センチで今回37で23センチ相当を履いてみましたが、少しゆとりがあるような気もしましたが、基本的にはジャストで履いていただけるかなと思いました。こちらのスニーカーなんですけれども、はい、ちょっとこのスニーカーの幅ってタイトめなのでワンサイズ上げて選んでいただいてもいいかもと思いました。続いてはアクセサリーなんですけれども、こちら私がセレクトしたんですが、エルメスのケリードッグというシリーズのブレスレットです。すごい存在感ありますね。ありますね。これをつけるだけで一気にコーデが華やかになりそうですね。そうですね。やっぱり夏はちょっと腕周り華やかにしたい方とか、あとは存在感出したい方って多いと思うので、すごくおすすめです。はい、こんな感じでつけられます。結構幅が太めなので一気に華やかな感じになるんじゃないかなと思います。あと調整なんですが3段階調整になっていまして、手首のサイズに合わせてこちら調整していただくといいかなと思います。今回はちょっとメンズライクな感じのシルバーを選んでみたんですけれども、バイマですと金具がゴールドやあとピンクゴールドなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。続いて3つのお財布を持ってきたんですけれども、はい、やっぱ10万円予算だったら、お財布ってほんとちょうどいいんじゃないかなと思って今回お持ちしました、はい、今回ご用意したのはセリーヌとロエルとボッテガベネタになるんですけれども、はい、一度詳しくそれぞれレビューはしているので概要欄からぜひ詳細チェックしてみてほしいんですが、はい、まずロエベはコンパクトなんですけど、収納力も結構あって、そうですね、カードもたくさん入ったりとかして、はい、結構バランスがいいなっていうのが特徴ですよね。ボッテガはお札もカードもどっちもそれなりに入るっていうバランスの良さが特徴かなと思います。セリーヌはなんといってもやっぱりお札がすごく入れやすいのと、小銭入れが独立しているので現金派の方にもすごく使いやすいなっていうお財布ですね。どのお財布も本当に順位をつけられないくらい魅力がたっぷりですし、特にこの3つのモデルって各ブランドの中でも一番人気なんじゃないかなっていうぐらい支持があるアイテムですので、よかったらぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。最後はお洋服を紹介したいと思います。今年大ヒットしているデニムを取り寄せてみたんですが、マルジェラのデニムです。結構街でおしゃれな方が履いてるの見ませんか？結構見ますよね。そうですよね。程よいヘルシーな肌見せが、本当素敵だなと思って見ていました、はい、やっぱりこれだとシンプルな T シャツ、白 T とか1枚で合わせてもすごくおしゃれに見えそうですよね、はい、絶対見えますね、はい、あとはマルジェラらしいところなんですけれども、この後ろの腰の部分にマルジェラのステッチが入っています、うん、こちら丈の長さ気になってる方多いんじゃないかなと思います。こちらは結構長めの丈になっているので、そうですね、ジャストで履きたいという方はお直しが必要なんですが、うん、折り返して履いてもらったりとかしてもすごく可愛いですし、あとはちょっとずるっと長めに履いていただいたりするのも可愛いので、うん、むしろお直ししないでそのままでいろいろ楽しめるっていうところもいいところなんじゃないかなと思います、うん、そうですね。ということで今回は予算は10万円ということでボーナスで欲しいアイテムをご紹介しました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼っておりますので、そちらからぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。